はい、こんにちは。日本改革党、くつざわです。クルージング、アルテティード、ゆか様、愛子様、ご支援ありがとうございました。何度もご支援いただきまして、誠にありがとうございます。ありがたく頂戴して、政治活動資金と河野太郎裁判費用にさせていただきたいと思います。ネット上の誹謗中傷対策として、SNS や掲示板事業者に対して、投稿削除依頼窓口の設置、14日以内に削除の是非を判断し、申請者に通知などを義務付ける法改正が5月10日昨日参院本会議で可決成立いたしました。ネット誹謗中傷対策法とでも言うんでしょうか。まあ、対象は事業者ですね。我々はあんまし関係なくて、投稿削除依頼窓口の設置、だから通報ボタンですか、通報ボタン、これ削除してって、通報ボタン、Twitter や YouTube にはもうすでにありますね。14日以内に削除の是非を判断し、申請者に通知、まあ、削除するかどうかを14日以内に判断しろ、いうようなことですね。違反した事業者、言うこと聞かない事業者は罰金や業務停止の罰則が課せられる。これサーバーが外国にある、例えば2ちゃんとかはどうなんだろうね。2ちゃんでは決してですね、投稿の削除しませんよね。で、訴えられたり訴えたりするのは各自に任せてありますよね。一切検閲せずにね。世論です。デマ太郎歓喜。デマ太郎覚悟はできてんだろうな、絶対に許さねえからな、どういうことだ。今まで無視していた与党の構成が見られるのか、つまり自民党や政府が削除して、言うようになるのか、口の悪いパヨシを政権批判は誹謗中傷ですか。14日以内に削除の是非を審査、事業者の負担めっちゃ増えそうだな。何でもかんでも削除してて一日中ポチポチする輩はきっと現れますよね。少数ですけれども、最近もですね、明らかな嘘とデマで誹謗中傷、人格否定をする、過ぎる反ワクチン界隈のよりすぐり50人選んで開示請求したらですね、ほとんどが無職、生活保護、精神疾患で支払い能力がなかった事実が判明しております。なるほど、無職や生活保護なら一日中なんかに取り憑かれたようにポチポチすることも可能っていうか、そういう人らじゃないと一日中ポチポチは難しい。あと普通の人はそんなね、非生産的なことをやってると飽きるで、俺何やってんだろうなって我に返るけれども、精神疾患の人だったらば、何の迷いもなくずっとやってられる。何日でも何ヶ月でも一日中削除要請、ポチ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 、ネットに膨大な批判が溢れてる中共の犬の河野太郎、どうすんですかね。私のような弱小ブログ見つけて訴えてんだから、河野太郎でしょっちゅう検索しているのは確実ですよね。太郎ぐらい批判多いとですね、個人でエゴサ&削除依頼の専門チームを抱えるようになるんじゃないでしょうか。事業者も弁護士抱えて、YouTube なんかでは AI に一部事前審査みたいなのやらしてますけれども、事業者もですね、弁護士抱えて、まあ、弁護士でなくてもね、専門家抱えて膨大な量の削除依頼を処理するようになりますね。なんせ相手は一日中ポチポチしているような連中が大半の削除依頼要請していくんでしょうからね。これハードル上げるために通報削除依頼要請めんどくさくすんじゃないかな。何ページも何ページも進んでいかないとできないようにして、普通の人は熱意があんまりない人は、その面白がって削除要請するような人は途中で諦めるみたいな風にするんじゃないのかな。今までもたまにですね、投稿が削除され2週間投稿できないペナルティ食らっちゃったなんて話はね、ツイッターですけれども、
聞いております。といってもあのツイッターは YouTube なんかにも随分緩くて、YouTube でダメな動画でも載せられますけど、今後そういうのも厳しくなんですかね。なんかあのインスタで言い争いしてるとかあんま聞いたことないんですけど、ブロック簡単にできるのかな。政府や権力者への批判も削除されるのか、事業者が抱える弁護士や専門家のさじ加減一つになるでしょうかね。政府批判も削除されちゃうのか、事業者はこれこれこういうのは削除されますってガイドライン明示してほしいですね。まあ YouTube も明示してんですけど、ちょっと抽象的で分かりにくいところありますんでね。で、結論なんですけど、今までとあんまり変わらない。事業者が大変になる。っていうことで、もうすでに対策してる YouTube とか Twitter とかね、まああの、法律、ごてごてだなーって、思いますけれども、まあネットのこと何にも分かんないあの自民党のじいちゃん議員たちはピンとこないんでしょうね。陸海空自を一元的に指揮する統合司令官を常設する自衛隊法改正が5月10日可決成立。市ヶ谷の防衛省内に、司令部を置くそうであります。今でも陸海空幕僚長の他に統合幕僚長って役職があるんですけれども、それが統合司令官じゃなかったのかな。共産と令和が反対、社民は退席、立憲も賛成したのか。セキュリティクリアランス制度にも賛成したし、最近どうしたんだろうな。おかしくなっちゃったのかな立憲さんはな。世論です。今までどうしてたんだ、陸海空それぞれ別に動いてたの。どうせ最高司令官は総理大臣なんだし。赤髪来る、赤髪は優秀な人材に来るものだからお前には来ない。軍歌の音は幻聴だから病院に行け。なんかあの軍歌って昔はそこに病が売ってあったらしいんですよ。補強に病であのカチャンカチャンカチャンって特徴的な音を出してた。で軍歌の音が聞こえるって朝日新聞が幻聴を聞いてましたけれども、試験です。今までもあった統合幕僚を法的に統合司令部として認定する法改正みたいだな。今までも実際はありましたと。朝日新聞がこれをどうやって、軍歌の音がって社説にするかが今から楽しみであります。論に無理があるから多分めちゃくちゃ長文になりそうですね。どうも論に無理があることをやる場合、朝日新聞ってなんか途中でわけわかんなくなるようにぐちゃ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 書いて思いっきり長くなるのが特徴です。統合司令部常設改正に退席した社民副代表大椿優子、軍拡へとつながる法案には断固反対、社民党は退席という形で反対を表明しました。なんであの統合司令部を置くことが軍拡につながるのかな、全然わかんねえな。はてなっていう、世論です。退席って要するに反対ってことなの。退席は危険、ただの職務放棄。退席はどっちでも OK という意思表示、アピールしないと退席したことを気づいてもらえないから、全力で退席して仕事した気分、社民の存在意義が全く理解できない、いてもいなくても影響なくて草と。統合司令部常設がなんで軍拡につながるのか、私にはその理屈が全然わかんないですけれども、朝日新聞と同様にですね、一般人とは異なる脳内理論というか脳みそ回路に、をお持ちのようで、退席はどっちも OK っていう意思表示で軍拡につながると思ったらなんでね反対票を投じないのか、謎また謎ですよ。共産と令和はちゃんと反対票を投じたのにね、退席してやったって X で投稿したかっただけなんでしょうかね。社民に草に比例になんかなくしまえっていう意見も多数ありました。比例なくせば社民のみならず令和も消えるし、共産もですね、山添キラの参院東京選挙区組、6枠あるとこしか残らないから、それもいいのかもしんないな。公明党も半減します。公明党半分くらい比例のあの議員だわね。異論は認めます。どっちがいいんだろうっていう、ついでに参政党なんかも消えちゃいますけれども、社民令和共産2人になって公明が半減するんだったらどっちがいいんだろう、比例なくしちゃった方が実はいいんじゃなかろうか、なんていう気持ちに私もなってまいりました。
セキュリティ法案も統合司令部設置にも反省した立憲、一体どうしたんだ、狂ったのかと心配しましたが、性の区別をなくして父親母親を親一親二とする婚姻平等法案を提出して、よかった、いつもの狂った立憲だと一安心いたしました。いつもの通り狂っていた、安心しました。世論です、こいつら頭大丈夫か、親を数字で表すなんてとんでもない、この人たちってどういう家庭で育ったの、親を一親二にして何がしたいんだよ、議員一議員二で立候補してみろよ、親に順番つけるのか、どっちが1か2でまた揉めんだろ、マイナンバーの時に人間を数字で管理するのかって反対してなかった、戸籍を公開できない日本人もどきを当選させるとこういうことになっちゃうんですね、父親が親一で母親を親二としますなんてしたらフェミ発狂じゃないですか、なんで男が1なんだって発狂するんじゃないですか、どうせ否決されるだろうけど、一体何がしたくてこんなバカな法案作ったのか理解不能ですね。宴席で、焼肉屋の宴席で代をして誰も咎めないで放置する気違いどもだけあるなぁと、川口市のスーパーで見ず知らずの外国人の子供にこれ買って飲み物をねだられ付きまとわれる事案発生、国籍は記さないけど川口ですからとのこと、一目で外国人って分かったようなんで中国人は除外でクルド人確定ですね。世論です、一体何ルド人なんだ、唾吐かれなくてよかったですね、親が日本人にたかれと教えているんでしょう、ずうずうしいにも程がある、岸田の宝は寄生虫ですか、こういうのが成長して1万円貸してやるようになる、治安が悪いってレベルじゃねえ、すでに成功体験していると見た、インド旅行で似たような経験をした、日本人にたかれて親が英才教育を施してんですかね、これで買ってやっても神に感謝するだけで日本人には感謝しないんですよあいつら、イスラム教ってそういう宗教ですからね、こういうのが成長してですね、人気のないとこで見ず知らずの女性や弱そうな男性に1万円貸してなってカツアゲするようになりますね、成功させるとますますねこいつらが反社反グレに近づいていくので絶対買い与えてはいけません、どうせ神にしか感謝しねえんだしね。今日の単身です、税金滞納や禁錮刑で永住資格取り消しに在日大韓キリスト教会が反対する集会開きました、そんなのあるんだ、在日大韓キリスト教会、そんなのあるんだ、いわゆるウリスト教でしょうかあからさまな差別だとか言ってるようですけど、滞納しなきゃいいじゃん、犯罪しなきゃいいじゃん、変えられない属性に対するですね根拠なき礼遇を差別って言うんですよ、変えられる属性に対する批判は差別って言わない、例えば犯罪しないであるとか、あ、変えられるよね、共産党員を辞める、変えられるよね、立憲ペートナーズを辞める、変えられるよね、変えられない属性、人種とか民族とか、あとは目が見えないであるとか片手がないであるとか、こういう変えられない属性に対する根拠なき礼遇を差別って言います。逆にですね、根拠なき優遇もですね、そういう人ら以外を礼遇していることになるから、比較して、相対的に礼遇していくことになるから差別って言いますね、この場合逆差別って言いますけど、滞納犯罪者を、滞納と犯罪者区別してですね資格を剥奪するのは差別でもなんでもないですね、こいつらが反対するということでますます法改正が正しいと決定しました。反対するのは自由だが法改正は粛々と進むだけですね。朝日新聞記事、東日本大震災被災女性、除染土に花を植え替えるイベントに参加させられた、気持ち悪かった、そんなイベントはなかったあと判明、朝日また嘘ついたのか、謝罪に追い込まれてましたよ朝日が、これに責められて、朝日新聞の記者って何生きがいに生きてんだろうな、嘘で大勢騙すことを人生にの目標にしてんだろうか、悲しい人生ですね、早いとこ潰れてもらいたいですね、
朝日新聞の倒産見てからじゃないと私死ねませんね。韓国に美容整形旅行に行った日本人女性が病院スタッフにボコボコに殴られる事案が複数発生。一体何やらかしたんだろう。韓国の警察は日本人の被害は取り合わず逆に加害者にされるみたいであります。今時韓国に美容整形に行くってどんだけ救いようがない情弱なんでしょうね。保証も何にもしてもらえないよ。そこ賠償失敗しても賠償とか。あー、日本人って言ってるけど違うかもしんねえね。これ自称日本人かも。日本の方から来ましたかもしんねえね。お里帰りでさ。これでね、この人は一生韓国のことが大っ嫌いになってよろしいんじゃないですかね。もっともっと美容整形に韓国に行ってボコボコにされて韓国嫌いが増えるといいなって思っております。1月から4月の美容室倒産が急増、過去最多。対面による感染リスクや人件費、光熱費、美容資材の高騰が効いた模様。美容資材ってシャンプーとかリンスとか、1000円カットにお客取られてんじゃないでしょうかね。今は年収1000万円でもためらいなくユニクロ着てる時代だし、高いもん着たり高い車乗ったりがそんな偉くないって時代になってきてるしね。今までが美容室多すぎたとも考えられますね。今後は人口減少に見合った店舗数に調整されていくから、美容室に限らずね、寿司屋さん、飲み屋さん、タクシー、バス会社、何もかも倒産過去最多ってのがしばらく続くんじゃないっしょうかね。しばらく続くっていうのはですね、ボリュームが多い団塊世代が、そういう年に差し掛かって、自然な死亡者数がガガガンと増えてですね、去年は160万人、今年は、170万人突破するんじゃない。再来年、来年は180万人突破、200万人とか、最大で年間250万人っていう数字出てます、予想されてます。で、そうするとさ、今年は180万人減っちゃったとか、人口がね、そういう時代になるじゃないですか。そうするとですね、しばらく落ち着くまではどんなお店も倒産とか引退とか閉店とか撤退とか過去最多っていうのがしばらく続くんじゃないかな、思っております。チャンネル登録よろしくお願いします。あとメール登院さんも大募集であります。デトックスジャパン。